はいどうもヒョードルです。ワイルドアームズザフィフスヴァンガードを続けていきたいと思います。改造実験と3本目ですね。セクト F 違う S。 イールフォルク、なんかちょっと可愛いな。なんだろう、うなぎっていうか、なんか水生生物感ありますね。ミューズの守り盗めるじゃん。欲しいな、欲しいな。ください。ダメか。だいたいこっちなんだよな。レアな方が盗めたことがほぼない。つらい。僕ができることをする。パッとポジションチェンジ。あとなんかあれですね、ワイルドアームズ5、もしかしたらレベルに対するステータス補正というか、結構後半になるほど1レベル差がでかいかもしれないな。なんか最初の方1本目ペルセファネのところの時とか、雑魚的相手にヒーヒー言ってたんだけど、割とサクサク倒せちゃう。どうしたんだろう。ガンガン盗みます。盗む余裕が出てきた。非常に喜ばしいことです。わお。ああちょっと微妙に地道な感じになっちゃった。この分だとアブリルいらないかもな。雑魚的で初手アブリルは別にでもないかもしれない。今回ヒール全然使ってないですからね。歪んだ支配なんかいらない。そして1万とかもらえる。幸せ。あったかーい。というわけで、どうしよっかな。レベッカの方が反応がいいんで、レベッカにしておきます。やっぱ手数が大事。特に雑魚敵はね。さっさと盗んでさっさと殺せた方がいいんで。フルリバイブ2個、いいね。さてさて、これはなんだ。あーなるほど。あで上にもあるねこれ。つまりそういうことですねこれ。縦横というか、なんだ、縦横じゃないね。それぞれの面から見た状態がこう映ってるから、これなんか微妙に入れづらいな。あこれ微妙に大変。一段上がってるからあんまり自由にできないんだ。こういってこういって、これをなんとかしてこっちに引っ張り上げないとダメなんで、こういってこうですね。なるほどね。今どこかで音がした。あーなるほど、ここで行き止まりになってんのか。これなんかこれで水が凍ってるんじゃないかな。あら、凍ったわけではなかった。けど多分だけど、さっきのフロアで足場が出てるんじゃないかなと。おお、落ちちゃった。今のは脳幹。思うんだよね。でもこの真ん中にあの足場っぽいものがあるのは何なんだろう。そのうちわかるのかも。扉が開いてましたね。全然気づかなかったわ。下のフロアまで行っちゃってた。あの下のフロアが結局ほったらかしになっちゃってて、それはそれであれって感じなんだけど、まあけど今の状態でやれることはないと思うんだよな。
まあ、何かしらが後で起こると信じて。あ、これも恒例なやつですね。ちょっとね、僕のイライラタイムみたいになりつつあってやばいんで、今回は落ち着いてやるぞ。世界に赤き国、白き国あり、二つの国の間には大河が流れる。赤き国、白き国はその対岸に孤高の城を構える。大河が凍りし時、二つの国をつなぐ唯一の道が現れる。はあ、才ですか。ちょっとまたややこしいね。なんかめちゃくちゃなっちゃった。とりあえず一個ずつね、やっていこう。赤き国、白き国、大河ね。んで対岸に扉を構えてると。どっちが赤とかいいのかな、角度はどっちでもいいのかな。で、対岸に孤高の城を構えて、対岸が大河が凍りし時、二つの国をつなぐ唯一の道が現れる。なんのこっちゃ。大河が凍りし時、くそー。え、どっちが赤でどっちが白かとかもよくわかんないんだけど、そんなもんか。そもそもこういう分け方で合ってるのかもわかんないしな。大河が凍りし時、大河は青でしょ多分。凍るってなんだ。白くなる？けど白き国があるんだからそんなことないよな。そもそも川が一本っていう発想がダメなんじゃない？あー、やっぱそういうことだ。大河だから一本線じゃないんだよ。で、凍った、やっぱ凍ったわ。いつか凍ると思ってた、ここ。なるほどね。大河が凍りし時、氷しときは別にいらないような気もするけど、まあそれは言うまい。言ってるやん。本当にキャロル、失礼なことを言ったらごめん。でも俺、さっきのキャロルの話を聞いて思っていたことがあったんだ。何でしょうか、ディーンさん。たとえ私が傷つくことであったとしても言ってくれた方が嬉しいです。はい。キャロルはさ、教授から独立するって言ってたじゃないか。でもそれって独立するって前向きな感じとは少し違う気がする。いや、むしろ過去の自分から逃げている気がするんだ。どういうことですか？キャロルは教授に嫌われたくないから離れたんじゃないか。どんなに知識を身につけても教授には決して追いつけない。このままじゃ教授に見放されてしまう。それが怖くて自分から逃げたんじゃないか。教授に嫌われるのが怖い。だから自分から逃げた。俺さ、思うんだけど、キャロルは難しく考えすぎだよ。キャロルは確かにいろんなことを知っていてすげえって思う。でも、嫌われないように頑張るんじゃなくて、もっと素直に甘えてもいいんじゃないか？素直に甘えるですか？そうだな、俺もディーンに賛成だ。一人で生きていくのも悪くねえ。だがな、子供のうちはせいぜい、誰でもいいから思いっきり甘えとくもんだ。じゃねえと他人から甘えてもらえる存在になれねえぜ。甘え方を知らねえと甘えさせ方も分かれねえだろうからな。さすがに年の子、うまいこと言うね。僕も甘えさせてくれる人が欲しい。ちょっとチャック、あんたが言うと甘えさせるの意味が変わっちゃうわよ。どういうことだよ。でもグレッグの言う通りさ、まずは肩の力を抜いた方がいいよキャロル。
あのそれじゃあ私ディーンさんに甘えてもよろしいのでしょうか。そういう流れなんだ。お、俺か。はい、ディーンさん前に言ってくれたじゃないですか、妹になれって。あの時嬉しくて地に足がついていない感じ、まるで空中に浮いているような気がするほど舞い上がっていました。だからマジ教授かわいそうだな。おう別に構わないぜ、二人とも硬いよ、もっと肩の力を抜きなって。ふう、また一人ライバルが増えたわ。ちょっとお前黙ってろ。ああもうちょっと、もうレベッカちゃんはちょっとそろそろカポプロンコのスタートに帰った方がいいんじゃない。ダメだダメだ、そんなこと言ってダメだよ。5人になったら MP の総量が変わって戦闘が大変になるだろう。ダメダメダメ、うん、やばくない。妹になれって言われて嬉しかったっていうやつをライバル視するってどんだけジェラシー炎が燃え盛ってんだよ。落ち着きな。やったやった。あ、これ違うか、違うわ。ちょたまたまたま、レベッカちゃん怖えな。やばいよ、だってキャロル靴の中に画鋲入れられたりするんじゃない。レベッカはそんな陰湿じゃありません。本当にひどいね。いやけどな、そこであの発言はちょっとな。いやまあそんなもんか、そんなもん。レベッカはなんかこう、もしディーンがこう取られたりしたらやばいっすね。闇落ちするな。キャロルより独立が必要なのはレベッカなんじゃねえかって気がしちゃうよな。もうちょっと我慢できなくなって、もう言いたい放題。ひどい、ほんと良くないんですよね。自覚はあるんですけどね。だってね、こう見てる人の中にはこうレベッカが結構好きみたいな人もいるかどうかは知らないけど、いるかもしれないわけだし、ほんとそういうことを言うべきではないけど、そんなに大人になれない。とか言ってる間に、よいしょ、はい、できた。これどこがどうなるんだこれ。どっかまだ開いてない扉がこっちのフロアにあるんだっけ。あったあった、これですね。 OK OK。 あー、デュプリケイターないよ、やばい、深刻なデュプリケイター不足。今年はデュプリケイターが不作じゃ。そんなに年貢でデュプリケイターを持っていかれたら、わしらはどうやって生きていけばいいんじゃみたいな感じ。何が見つかるかな。バカなの。そろそろ、なんかここ結構おとなしめな感じ。パズル要素強めですね。やっぱ教授だからなの。ソルニゲルだ。ソルニゲルがいるってことはこの先にいます、いますね。中ボスフラグがビンビンに立ってるわ。これさ、なんだこれ、どうなってんだ。もうなんか、あ、もう結構サクッと来ちゃったな。あ、これ動かないんだね。なるほどね、そういうことか。というわけで、で凍らせたらシャーって飛んでくやつですね、これはね。多分そう。いや、そうなの？違うな、凍らせるじゃない気がしてきた。これなんか微妙だな。
これはあのポケモンのね、ポケモン赤緑青のチャンピオンロードにあるやつでしょこれ。まあよくあるやつですよね、こう一方通行のブロックをうまいこと動かしてっていうやつね。なんだけど、これどうすんだ、ちょっとざっくり動かしすぎたかな。ゲット、やっ、無理、うん、あ、間違えた、あ、逆かな、こっちかな、やりすぎた、難しいね、これ。あの宝箱どうやって取るんだろう、開くのは知ってんのよ。これ向こう飛んでったりすんのかな。まあ落ちるよね。これを1マスだけ奥に持っていきたいような、これそんなにね手数が多くはないような気がするんだよな、できること結構限られる気がするから。あ、じゃあもうこれでいけるじゃん、オッケー、開いた。さて、ソルニゲルね、ソルニゲルは強いと思うんだよな。とりあえずアブリルはスタメンじゃないと。チャックどうするかですね。ブレック出しといた方がね安全なんですけど、けどワンチャン盗みたい、いつだって盗みたい願望で溢れてる。負けませんから、いっ、あ、てかリバイブフルーツじゃん、これは良かったわー。あー、これね何を悩んでるかっていうと、チャックが盗むためにここに移動すると水ヘックスを開けてもらえる可能性が下がるんだよね。で多分こいつらどうせ水属性の魔法を使ってきて火属性に入って弱点つこうとしたらアババってなるのがもう目に見えてるんで、絶対やらない、絶対やってやんねえ。いやけど前そんなことなかったしな、ワンチャンそうでもないのかな、ちょっと詰めてみよう、いいや、めんどくせえ、考えるのがめんどくさくなった。気を見せたらおしまいさ。ちょっとした水テイクさ。やや適当でいこう。パッシブリアクトを、ここ。もたもたしているのが似合いです。EP DP ダウン。戦の勝負。EP DP っつって。EP AP の感じね。いやけどソルニゲルにクリティカルでこんなにダメージが入る日が来るなんて僕は幸せです。あー、なんかめっちゃ余裕じゃないこれ、あー雑魚、フルリバイブ盗みてえな、リバイブフルーツか、まあ多くは望むまい、
つも泣きそうになりながらやってたもんな。なんかこれぐらい幸せになってもいいよね。何を持っているのかな。ほんとなんかね、頭剥げそうな思いをして、まあ、僕はレベル上げ嫌いだし、それぐらいの方がこうヒーヒー言ってる方がね、やってて楽しいんで、意図的にそうしてるところはあるんだけど、けどやっぱりしんどいっていうこの矛盾。皆さん怪我しないでください。どうしようかな。僕ができることをするだけ。水ヘックス飛び込んじゃおうかな。水ヘックスじゃない、ヒヘックスか。あ、やった、フルリバイブ取れた。なんかブラストとか来ないし、ワンチャンアイソレイトダークとか。マジクソ。あ、なんか水に溶かされた。あ、じゃあチャック交代。ちょうどよかった。エスケープゾーン行きたいなって思ってたんだ。怪我しないでくださいね。どうしよっかなこれは。ダブルこっち。行きます。お前がそっちに行ったらヒヘックスにいるソルニゲルがこっちに来れないだろ。そこそこ。こんがらがってこんがらがってこんがら。マジ？ビビるな、怖いわ。死んだらどうしようってなる。アイソレイトダークは即死付きの居場所ランダム変更魔法です。なんじゃそらって感じですけど。あそこどいてほしいな。ガリ元気です。いけます。やった。ああ、追い詰められた。死なないで。ああマジもうドキドキする。じゃーん。遅く移動だぜ。おう、回復しましょう。ちょっとあの邪魔邪魔邪魔、カメラかぶってるよ。キャロルは頑張ってあそこのヘックスまでたどり着きたい。ギャザー使えたらいいんだけどね。レベッカに変えればワンチャンギャザー使えるんだけど。この勢いに乗るぜ。ヘビークラッシュ。これでハイドロプレッシャーが来たりとかするんだよ、ハイブラストとか。あー来ないよか。いきなりヘビークラッシュ使い始めたぞこいつら。なんだなんだ。残りの力を振り絞ります。なんだなんだ。どうする、どうする。ハイヒールか。完全復活。リーンはちょっと水ヘックスを抑えよう。ここでヘビークラッシュなんか使われた日には死んでしまう。からのリバイブ。で、エクステンションハイブラストで なんか、今日はよく止まる日だな。僕が見落としたら止まってるところがそのまま残ります。残りの力を大いなる美しみを。すっかり治っちゃいました。静かな癒やしを。賞味期限。
しゃ、なんかだいぶ楽になったな。ラッキーカード最高やな。だいぶ満足してラッキーカード使わなくなっちゃった。あら、こんくらいレベル上がればいいかみたいな体感、そんな感じです。よっしゃい。んじゃあ先進みますかね。あの宝箱は開ける日来るかな。ディテクター使っても何も出ないしな。これは？お？立つ？ジャンプしても届かないから、これこっちに持ってってみようかな。これで上がれるよね。よいしょ。あ、でこれが落とせるんだ。おお、なるほど。 OK。 ここはなんじゃ。あー、はい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 、一緒だ。ちょっとまあ適当にやっていくか。動かして、よいしょ。どうにかしてストッパーを作んなきゃいけないんだよね。とりあえずノリでやってみよう。やっぱり動かして、でこう持ってって、この至近距離で押せないのがちょっと大変ね。ほんで強いて、これもあ、これいけたんじゃね。これで押して、でこういって、あとはこれも押し込めばいけた。 OK。 よし、個性にするべきか、非常に微妙な。なんか気まぐれにちゃちゃいっと変えちゃいましたけど、はい。じゃあこのまあいつもの流れでいくと、この先に中ボスがいて、でその先にエルビスがいてって感じですね。もうこれあと一周するだけなんで中ボスは間違いなくて、でこのフロアの形はもうエルビスなんで、もうこんだけなので、次回ですね、中ボスとエルビスと教授とね、決着をつけたいと思います。それではまた次回です。どうもありがとうございました。